はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日の動画ですが、リアタイドをやっていきたいと思います。今日なんですが、今日はどうしようかなと思ってたんですが、岸選手の動画を撮ろうと思ったんですが、ちょっと間違えて使ってしまいましてちょっとスタミナ回復に55試合必要なので、ちょっと別でやりたいと思います。で、今日やっていこうと思うのは、前千賀投手使ったんですけど、で、ちょっとね、前の動画とかでちらっとお話ししたんですが、千賀投手は球種が 1,2,3,4,5,6,7 球種ありますね、全部で。で、考えたんですよ。千賀選手って、まあ、ツーシーム、フォークのコンボじゃないですか。このコンボが強烈なのと、まあ、ストレートも161キロ出る。で、スロースライダーが、まあ、スロースライダー、スラーブ、カットボール、縦スラーはあんまり使われないと思うんですよ。で、考えました。千賀選手って、ツーシームとフォークとストレート抜きでもう、抜きでも、抑えれるんじゃねと思って。で、皆さん、ちょっと気になりません？で、ぶっちゃけだって、ストレート、ツーシーム、フォークって結構狙われると思うんですよ、千賀選手。で、しかもですよ。しかも、この4球種使え、まあ、4球種使えるっていうのもなかなか面白くないんで、考えました。またさらに縛りを設けます。スロースライダー、スラーブ、カットボール、縦スラーのこの順番で投げていきたいと思います。で、相手もね、まあ、さすがに気づくと思うんですけど、まあ、それでどこまで抑えれるかっていうのを今日やっていきたいと思います。という企画です、今日は。はい。ちょっと楽しみなんですよね、僕的に。それでも意外に抑えれるんじゃないかと正直思ってまして。うん。まあ、これは検証の余地があるなと。まだ誰もやってないと思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。じゃあ、対戦画面飛びます。と！はい。では、皆さん始めていきましょうかね。はい。対戦の方よろしくお願いします。特に変わってないですね。あ、ちょっとね、打順だけいじったかな。落合選手を3番に持ってきました。ぐらいかな。落合選手とバース選手の3番と5番を入れ替えただけですね。じゃあ、早速やっていきましょうか。コースはね、もう、そこまでちょっと縛ったらめんどくさいんで、そこまで縛るのはやめます。じゃあ次、スラーブ。ほらね。OK、ワンアウト。さあ次がカットボールですね。当然ボール球も使っていきます。 OKOK で次縦スラね。おいし、じゃあ次戻ります。あ、間違えた。危ない。でスロースライダーに戻します。あ、やばい、これやり直しね。ちょっとやり直しますわ、スロースライダーから。ほら、インサイド落ちました。いや、落ちるな。OK。いいですね。スロースライダー投げましたね。じゃあ次、スラーブでいきます。くそ、今のはストライク欲しかったな。カットボールいくか。カットボール。2球目打ちました。まあ、ヒットは仕方ないでしょ。まあ、とりあえず点取られるときはいいでしょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。じゃあ縦スラ行きます。どうしようかな、ちょっとボール球投げようか。まあ、初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですから、スロースライダーですね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したい。うわー、ボールかい。いや、今のストライク欲しかったな。相手気づいたかな。あ、抑えた。ほら、今初回はとりあえず乗り切りましたよ。で、回が変わったらリセットしましょうか。スロースライダーからまた入ります。相手は気づいてるかどうかちょっと分かんないですけど、まあでもバレるでしょうね、さすがに。勘のいい人だったら気づくと思います。直感で打ってる人だったらもしかしたら気づかない可能性ありますよね。まあでも気づくかな。2イニングはきついかな、さすがに。あ、突っかかった。バッターは2番に入っている。まあ打てないと勝てないんでね、結局。
これ打たないといけないですけど。さあ、まさかの失投が来たんですけどね、まあいいでしょう。そうですね。おっしゃ、オッケーオッケー。あ、シングルか。おお、二塁まで行った。オッケー、ナイスラン。でここでね、落合選手に変えました、3番を。まあ意味合いとしては、うん、サードの守備関係ですね、のためです。今ので詰まるんよな、ツーシームと思って打ってるんですけどね、若干カーソルがずれてるんですね。ここはもうやり込んで直していくしかないですね。またちょっとやれてない時がちょっとあって、タイピンついたかな、ついてないか。いけ、しゃあもらったホームランパフォーマンス 見ればよかったな。あーで、ホームランパフォーマンスで言えばね、なんか自粛するみたいですね、ホームランパフォーマンスなんか悲しいですけどね。ホークスファンとしてはやっぱりマッチの厚さとかね、グラシアル選手のやつとかデスパ選手とかね、いろいろあるんですけど、だ口を発す、言葉発するからダメなんだと思うんですよね。ということはグラシアル選手たちのは大丈夫なんかな、デスパ選手とかね。熱男とドス行為がダメなんか、まあダメ、あー、まあダメなんかな。唾が飛ぶっちゃ飛ぶよね、喋るし。でもそんなこと言ってたらね、だって野球選手声出して試合しますからね、あんまり意味ないような気がするんですよね。まあでもね、それが専門家の意見なら仕方ないですよね。まあ、野球が今のね、この状態、コロナの状態なのに、まあ、野球が見れること自身が僕は幸せだとつくづく思うようにはしてます。プロスピはね、いつでもできるからねいいんですけど、そういう面で、あーバカ、これ多いですよね、これ本当に直してほしい。いや、暴走はなくなったけど、これ意味ない暴走と一緒じゃんみたいな。ホームに突っ込むか三塁ベースに戻るかの違いしかないんで。じゃあスライダーからいきましょうね。あれ何なんかな、あれ暴走がなくなったと同時に出始めたような気がするんですよね。 OK、 え、勝てるかこれ、このまんま。お相手の方気づいてないんかな、だっておかしいと思いません？だって千賀選手なのにストレート、ツーシーム、フォーク禁止縛りでやってるんですよ。しかも順番通り球種を、あ、まあ、球種の順番通りまで気づかないかもしれないけど、あれおかしいなってはなると思うんですよね。めちゃくちゃタイム取るな、嫌がらせかな。じゃあスラブですね、ファイナイスボール。コントロールがいいからな。じゃあカットボール手出さんかな。あ、いい、ね、僕千賀選手ね、コントロールがいいっすよ。いかん、今ちょっとおかしかったっす、カーソルが。ごめん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 、ほんとごめんなさい。ちょっと今なんかカーソルが反応しなかったっすよね、指動かしたの。めちゃくちゃコントロールいいよ、多分ドンピシャスもね、今の球とか投げたいと思ったところに投げれるのはやっぱ気持ちいいですね。でも制球71なんでね、そこまでなんかドンピシャってわけじゃないと思うんですけど。あ、間違えた間違えた、危ない危ない危ない、癖で日頃の習慣は怖いな。 あら、気づいてないかな、気づいてないっぽいですね。今の空振らないでしょ。え、終わった、まさかの勝利検証結果が出ました皆さん。じゃあここに証明しましたね、ついにね。千賀選手はツーシーム、ストレート、フォークを投げなくても十分抑えれます。嘘だと思う人は自分で試してください。しかも順番通りね、スロースライダー、スラーブ、カットボール、縦スラの順番で抑えれました一応。しかもヒット1本しか打たれてないですね。
なんでまあ検証結果を出すとしたらやっぱり千賀投手は強いってただ単純に強い、ストレート、ストレートツーシームフォークがなくてもいけるってことはやっぱり強いっすよ。だって3球種投げれないわけですからね、7球種のうちの。はい、ということで検証成功ですね、これは。じゃあ引き続きこれやっていこうかな。面白い選手がいたらいいんですけどね、この選手といえばこれみたいな感じの選手がねもっといればいいんですけど、誰かおるかな。あー、由伸選手いいかも。山本由伸選手は面白いかもしれないですね。同じようにやってみましょうか。ストレート、スプリット、ツーシーム抜きで順番ずつ。あ、でもこれはきあ、でも6球種あるのか。そっか、6球種か。じゃ余計抑えやすくはなってるのか。あ、大野選手とかね、面白いけど、これはきついかな、さすがに。あ、則本選手とかも面白いかもしれんけどね。フォークなしとか。あ、まあ、フォークなしとか。まあ、決め球なし。でやってみたいですね、一回ね。ちょっと次の選手考えときますわ。多分、由伸選手か、山本由伸選手か、大野選手か、則本選手でやるかな。いや、面白い。僕的には面白い動画だったと思います、本当に。あ、いい動画撮れたなと思って、正直。はい、ということで、まあ、検証成功ということで今日の動画終わりたいと思います。あ、ちなみにエナジー増えたんですけど、これは課金はしてないです、僕は。というのが、この2分の1スタミナ、2分の1スタミナが来てて V ロードもあってて、星何歩だったかな、今何歩でやってるかな、僕。星6か、星6の V ロードが180周回ったので100エナジーもらえちゃいました。で、今ちょうどね、僕自身多分6周は回ったんですけど、 A ランクが4枚ぐらいしか出てない。 S ランクはさすがに出てないですね。でももう育てる選手が正直いなくなっちゃったんで、 B ランクもあんまり。今この育ててるやつプラスアルファと5人分ぐらいしかないんで、で、せいや選手がね、もうすぐあのマックスになるぐらいなんで、68レベルまでこれ何も使ってないで上がってるんで、もう育てる選手が正直言っていないから、試練の方に僕は回るかな、さすがにと思います。で、特納をつけて、まあ、つける選手にはつけて、で、来シーズンのために取っといて、シーズン始まって使うっていう流れがいいかな。で、一応エナジーはね、さすがにスタートダッシュがあるはずだから、1回分は持ってできたよね。250エナジーは欲しいので、まあなるべく節約しながら頑張っていきたいと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今回こちらで失礼します。